はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。シティーズスカイライン、ライブ配信始めていこうと思います。今回は前回の続きとなりますが、鉄道か、果たしてどこを伸ばしていくのかっていうのもやっていこうと思います。悩みどころですね。鉄道はどうだ、どっかのみたいな。これ鉄道だっけ、これじゃない。なんか鉄道が伸びてこっちつなぐかもしれないってとこか。まあでもこっち側からだったらこの鉄道がこう伸びるかもしれないからな。はい、ということで、いつもの通りツイッチで配信を行っております。ツイッチアカウントフォロー、いいね、リポスト、ツイッチアカウントフォロー、チャットコメントぜひお願いいたします。プリーズマイツイッチアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。この配信のアーカイブは YouTube にアップロード予定です。2日後28日21時頃にアップロード予定です。ぜひ見てください。 YouTube チャンネル登録、高評価ぜひお願いいたします。プリーズマイ YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。ディスライブアーカイブアップロードマイ YouTube チャンネル2days after マイ YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。旧 Twitter である YouTube、Twitter である X のアカウント持っております。 X のアカウントフォロー、いいね、リポストぜひお願いします。 TwitterX マイアカウントフォローアンドリポスト&グッドボタンプリーズ。では前回の続き始めていきましょう。こうなってんのか、悩むとこですが、住宅地と こんな感じかな。なるべく平坦に、かつ道路付近は高いようにやりたいですね。こんな感じかな。
あ、でもここからさらに上に上がるから、お金使うのかな。まあでもそんなお金使わんか。こんな感じでいいか。結構登っていくんだな、ここの間は。山登るからあんまり避けたいとこですね。さて、まず今回の目的ですけど、あんまり黒字、収入も上がってるけど、それ以上支出の出が多くなっちゃってる。おまけに廃棄物の処理場とかも結構ギリギリだから、うまみがない。ということで、今住宅か、住宅を中心にやることになるか。ただ住宅そんなに置けないんですよね。この辺はまあ住宅を置いてもいいけど、この辺は辺までだろうな。で、こんな感じで。工業団地を置く。インターに近いからな。で、まあこうだろうな。
とバスってここ走ってないよな。いずれここをバス走らせたいとこですが、まあ、何を迷ってるかって言ったらあれですね、都市の統計を見て税収が伸び悩んでるよな。その一方で支出とかがすごい高い、上がってる、予算が上がってるから黒字になかなかならないんですよね。なんで資金もなかなか上がらないと。年の価値はまあいいんだけどとか、出生死亡もまあいいんだけど、あとそうですね、輸入輸出が減ってるっていうことで工業地帯が足りないんじゃないかってことなんで、工業地帯足りないのは工業地帯に合う住民が足りないからってことで、まあとにかく住民と商業を増やさないといけないですけど、なかなかうまくいかないっていうところが今の悩みではありますね。うん、あでもどうなんだろう、こっちはそのままでいいか。むしろこっち側は工業地帯だけど、はここインターチェンジあるから住宅になってんのか。こういうふうにして変更していきましょう。とにかく住宅と商業区域は上げたいけれども、工業はそんなにいらんかな。まだ足りるな。先につけとこう。水はまあまだ足りるんだよな。ただ蚊の水かさから考えると、ひょっとしたらもう暖房だ。お金かかるしな、暖房やっても。これただの排水管だし。もう排水管じゃなくて全部こっちになってんだよな。普通にポンプ場だしな。
て税金です。今ちなみに、なるほど、高密度が低密度、全然住宅上がってない。いや、そんなことないか、悪くない。あとこれが商業区域で、工業区域からはまあ普通ですね。オフィスは少ない。工業、あ、バス黒字なんだ。これ地下鉄だっけ。鉄道は赤字がでかい。鉄道赤字でかすぎるんだよな。あとモノレールも赤字か。地下鉄も赤字ですね。なのでこの辺は完全に流動を促すだけ、赤字は仕方がないって思わないといけないってことでしょうね。負けたか。勝ってほしかったけどな。まあそこでですね、税金です。これなんだっけ、高密度か。高密度の商業とあれを 1% ずつ下げます。なぜ、そうするかって言ったら、安定してほしいからな。安定して住んでほしいから。確かに高密度の方が収入が高い。住宅や商業区域の収入は。でもその分満足度が上がるだろうというのが目論見です。ちょっと赤字が多いな。人口増えればいいんだけどな。増えないんだよな、なかなか。満足度ってどこだ。幸福か。幸福も横ばいからちょっと下がり気味になってるからな。公園か。ちっちゃい遊び場で良い。間違えた。移動ですね。じゃあまあ小学校か。工場がな、どうしてもやっぱ放棄されることが多くて、物作ってくれないんだよな。商業区域もダメか。住宅をもっと作れ言われてます今。ただな、住宅難しいとこはここインターチェンジじゃないですか。インターチェンジ付近は工業地作りたいんですよね。
ああ、なるほど。ここは赤になっちゃうな。で、出ていくところはこうなると、ん？あ、違うわ。なんでこう公開になってんだ。あ、いける。うん、大丈夫だ。東部はまだ住宅地作らないといけないだろうから、じゃあこれをこうやってこのぐらいか。いや、幹線道路なんで、ここぐらいまででいいや。うん、っていう感じかな。で、工業団地を需要がないってことなんだよな、今この辺に。ちゃんと水はあるんで、
ちょっと公園だよな。でかいな、木のある公園はでかい敷地がいる。小さな公園の範囲は結構あるんだ。一方で労働者不足していますって出んのか、難しいな。まあまだ完全に人が入ってきていないですからね。あと病院だ。病院っていうよりは小児医療センターとか、小児医療センターに入れとくか。小児医療センターってなんかある？あんまりないよな。であとなんだ俺、火葬場か。サウナ、サウナは青年男性が美味しい。近隣ボーナス。サウナってさ、これ健康のための温浴施設ですって書いてあるってことは、工業地帯も含めて有能なんじゃないの？なかなか放棄されることが多いからな。本当に人足りないんだよな。でもおかしいな。アップグレードしてるやん。ここは商業地域だろう。商業地域の需要が高いってなってるな。まあでももうちょっと待ってもいいかもしれない、こういう場合は。すごいな、ここ。このマンション。なんかいかにも、なんか。弱そうなマンションに見える。世帯中8世帯ってなってんな。シニアがちょっと多いよな。あまり高等教育を受けた人が多くない。
だんだんと立ってきてるな。しばらく待ってもいいかもしれないですね。住宅地建てた後に商業地建ててもいいかもね。閑静な店。労働者不足は結構止まらないよな。あ、これサウナか。全然人来ないや。人不足に悩まされてる感がありますね。ここら辺は全然人足りなくないのにな。ちゃんと労働者も、あ、高等教育なんだ、ここら辺の住民って。みんな思った以上に高等教育って必要なんだろうな。結局安定するのは高等教育ってこと？労働者が一人もおらんやん、ここ。求人求めてますよね。これって住宅が入ってきてると思うと、住民が。この一般の車ってだといいんだけど、トラックじゃないですからね、明白に。一般の住民とかトレーラーハウスとか、安定するまで待った方がいいのかもしれないよな。立ってるように見えても実は、あ、教育を受けてない。まだ子供が多いからか。あと大人も越してきた大人ばっかりで、だから教育受けてない扱いになるんだろうな。子供がいかに受けることができるかっていうとこですよね。中等教育、真ん中に一つ置いてあげましょう。住宅がまだ必要とされてるのか。
水は大丈夫だな。で、1個公園を先に置いて、この辺かな？この辺かな？この辺に置こう。で、かつ小学校も先に置きましょう。ここになるのか。じゃあ、なるべくブロックになってないとこを優先して置いてあげよう。小学校が置かれたんで、工業地域の方が需要が多い。電気は？電気はまだ足りる。南か。消防ってどこだ？消防ここにあるのか。警察が？警察あれ？警察施設がまともにない。ちょっと警察施設は置いてやらないとな。まともな建設施設がないんだよな。しよう。どうよ。住宅が足りないよね。
なかなかお金が増えないですね。全然ダメだな、この辺の。人口が増えないや。結局ある程度まだ全然教育受けてないんだけど、年齢経て受けた人じゃないと安定しないのかもね。なんか中等教育まで受けた人が圧倒的だもんな、アップルゲート帝とか。例えばこの辺とかだったらもう高等教育を受けたのがトップになるからな。結局やっぱり大学あった方が、あったらあった方が有利ってことになるのか。公共図書館だ。公共図書館の効果が正直わかんないんですよね。そんなに効果ないんじゃないか説がある。あれ、ここ大学あるやん。で、大学あるのに全然通ってくれないんだ。やっぱりそこの年齢に至らないからなんだろうな。ってことは焦らずに待つってことがすごい大事なんだろうな。まあもしくはあのバスを運行するとかか。軌道系とかどうなってんの。これ地下鉄だよな。あ、こっちがあんまり地下鉄走ってないんだよな。バスで十分やんとはなってないのか。バス運行してみるか。
で、ここに、これでバスを運行させるとどうなるかな。バスはある？一気にバスが動き出した。バスが団子状態で動いてますね。動かしてみよう。行きますね。乗ったり降りたりしてる。あれはモノレールか。
かいい感じ。あ、ちょっと待った、ストップ。右に曲がっていきます。モノレールですね、今モノレールがやってきた。さあバス停に到着。結構人が多いです。工場地帯な、あんまり人降りないな。需要がないのかな。乗りもしませんね。催眠能力を持つカエル。落ちた。お、住宅地がすごい。あ、降りて乗ってきますね。ここも結構満杯状態です。積み残しまでありますね。お、なんか未舗装道まで入っていきますね。そう、未舗装道にもバス停が置けるんです。え、入れ替わりが激しい。で、来ましたね。商業地帯のはず。工業地帯になってる。お、どうだ、降りるかな。あんまり降りないな。情報がない。増加も正直微妙だな。ここでは結構入れ替わりますね。はい、というわけで、まあ、あんまり美味しさ感じないよな。
な。悩ましいとこではありますね。これ工業地帯だと土壌の汚染が起きちゃうよな。水はまだ足りるけどな。次のバトルっていつだ ?7 月30日だか、あと2週間後ですね。勝つことができるのでしょうか。勝ったらね、幸福度も上がるしな。住宅住民がどんどんやってきてるようには見えますが、
やっぱりそんなに減らしても好影響があるわけじゃないな。もっと戻しましょう。これ住宅地？あ、住宅地は影響あるんだ。ならばここぐらいまでは住宅地でもいいかもね。ここもそうだよな。なんで住宅地置いちゃうんだ？工場の需要が全然ないよな。やっぱりここはもう工業地安定してるから工業地しなくてもいいんだけど、全然工業地を需要がないしな。困ったもんな。小学校は？なるほど。どうなってんのか。中学校が？中学校全然需要ないやん、ここ。でもないけど、ああ、そうか。そういうことか。
大学がこの一箇所で、ティーンとかがもっと増えないと無理だろうな。大人ばっかりだもんな。乗客は満杯ですね。多分工業地帯作らないといけないから、まあ、多分この辺に作って駅、ここから分岐させて駅作ってここ高架に上げて、この辺に別もう一つ駅作るんだろうなっていうのはなんとなく予想はつくよな。だから内側でも良かったかな。二車線だな。アナベルストリート。で、ここは。どうなんだろうな。
ね、意外と意外とダメだな。物足りないよな。こんな感じかな。地下鉄の駅ってどこだっけ？あ、この上か。無理か。と言いつつ小学校だ。小学校建てなきゃいけないのな。あ、公園が邪魔してんのか。公園だよな。ドッグパークってどんなとこだっけ？飼い犬を散歩させるためのところ。
全然工業地帯の需要がないよな。感じかな。まだまだ電力とかも大丈夫、ゴミも大丈夫だな。どうよ、あとここら辺は足りるのかっていうのもあるよな。お待ちください。
はい、お待たせいたしました。騒音が なんでこんな騒音病気になってんだ。これ消防本部がなんか害をなしてるとかかな。高等教育を受けてますね。結局高等教育を受けた人が多くなるよな、時間が経つとともに。ここもそうだしな。大学が大学どこだ。大学そんなに受けてないんだけど、住宅地違うな。動いてますね。ピーチウッド系に向かってます。ダメですね、まだ工業地帯が全然需要がない。そのまま高速道路通っていくってことですか。ああ、どうや高速を行きますね。嘘でしょ。どうまで高速通るんだ。
どこまで行くんだ。入りますね。首脳に行きます。全然離れたとこまで行っちゃいますね。ここだ。この高層住宅なんだ。回収しただけで。なんかそのまま消えちゃったよな。パトカーのパトロール中ですね。パトロールするだけで犯罪がなくなるという噂の。パトカーです。渡りそう。渡りますね。あ、建物が燃え落ちた。さあもう排水。処理施設が林立しております。おお、強引に飛ばしますね、未舗装道を。いや、1でもこれだけの平方原力だったら、2はもっと
すごいことしてくれないとやっぱり需要買いませんよね。私個人的にはやっぱりワンで、十分な感じです。センターのここか。でサウナは、サウナでもね普通に工業地帯の本当に需要がないな。今年の統計見てみるか。増えてますね。観光者、観光の収入も少しずつ増えてる。幸福はそんな上がってない。収入はちょっと上がってる。警察がなあ、まあですね、エクスポーターちょっと戻ったものの完璧じゃないっていう感じですか。どこだ。ここか。需要がここ少ないな、なので
かな。ここか。もう騒音の部分って何が騒音の原因なんだろう。ちょっと赤字だよな。結構消防の比率って、お、メトロポリス、これ空港を建てることができる。75,000円。ユニーク施設は発射場を建てれる。ウィンターマーケットって何がメリットだったっけ。フランテンブルクモン、エフェル塔、駅、船の博物館、交通公園。交通公園もいいですね。企業経験、飛行機か。微妙だな。空港とユニーク施設で言えばウィンターマーケットかな。これってなんかメリットあるの？ウィンターマーケットは祝祭を味わう、娯楽度が上がる、か。
分からんけど、結構でかいです、設備としては。これって商業施設だよな。なんか作ったりできたの。車が急すぎるとダメということですね。商業区域だからな、まあ問題はないと思うけど、いい部屋かかるんだよなここ。商業地へかかる宝石はでかいが、それで工業地が儲かるわけじゃないとか。これ商業地に変更するか。あ、違うわ、間違えた。これ住宅地だ。欲しいの教育過剰な労働者かな。ぽいね。
違うわ。どっちなんだろう、どっちの労働者を必要としてんだこの製氷工場は。ここなんか通常稼働してるんだ。こうかな。これ土壌汚染ってどうやって見るんだっけ。工場は土壌汚染しないんだ。ゴミ焼却場は土壌汚染するけど、7万5000人を超えてどんどん増えてますね。
は、なるほど、まあ、こうなってる。でもまだまだ昭和わからんな。のチョコってどこにあるんだ。ここがあるから。でっかいな大学は。でもまだまだ入学する学生は全然いないよね。
字基調なってるよな。どう、
ップグレードしてる。この公園の貢献度がでかいよな。ということで、ここまでに、本日しましょう。ちょっと、もうちょっと長くやりたかったとこですが、はい、見ていただいてありがとうございました。 YouTube、Twitch で配信を行いました。 Twitch アカウントフォロー、いいね、お願い、アカウントフォローぜひお願いします。 Please my Twitch my アカウントフォロー please、YouTube にこの配信のアーカイブアップロードいたします。プレミア公開2日後28日21時頃から行いますので、ぜひそちらでもご覧ください。YouTube チャンネル登録、高評価お願いいたします。 My YouTube チャンネル、This Live Archive Upload 2 Days After My YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタン Please、そして、旧 Twitter である X のアカウント、持っております。ぜひアカウント、見てください。フォローもお願いいたします。またリポストいいねお願いします。Twitter X アカウント、Visit and follow please、 リポスト and good ボタン please、 シーズスカイラインライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。